世界有数の経済大国日本。しかしこの国は本当に豊かなのか。今までですね、昭和の時代から住宅って大量生産モデル、画一的なですね工業製品に近かったんだと思うんですね。私たちはこれからの時代に豊かさを求めるときにもっとパーソナライズされたもの、これがお客様に届くべきではないのかなと。そう話すのは株式会社ランディックス代表取締役岡田和也。ランディックスは東京の城南エリアを中心にさまざまな不動産事業を展開。まずそのオーダーメイド住宅を世の中に当たり前にしていきたい、こういうふうに思ってるんですね。我々はお客様に自分の気に入った土地に自分の気に入ったデザイナーや建築家に素敵な家を建ててもらうということを世の中にこう推進していこう、こんなようなサービスをしているんですね。早くから不動産業に IT を導入し、2018年にはオーダーメイド住宅マッチングサイトスムーズをリリース。インターネットに出ている情報でお客様がある程度判断できるようにして、当社に対してお問い合わせを入れてくださるとか、お客様がすごくこう不動産という大きな買い物を自分の意思決定の中でできるというところをサポートする。デザインの部分って趣味嗜好の世界が大多数を占めていると思うんですけども、割と多くの方にこれは嫌じゃないよねと思っていただけるというか、探しながらお作りさせていただいているのが現状ですかね。自分のオリジナルの注文住宅をオーダーで作りたいということは、やっぱりどんな家にするかというところ本当に夢がいっぱいのお客様なんです。そのお客様のやっぱり希望をどれだけ叶えてあげられるか、そういったところが当然大切になっていくんですけれども、オーダーメイド住宅の推進で一人一人が描く豊かな暮らしと普遍的価値の提供を目指している。今まで注文住宅というところに興味のなかった皆さん、オーダーメイドで新築なんてちょっと我々には無理だよと、こういうお客様の声すごく多いんですね。でもそのお客様たちの予算でそれが実現可能なんですね。実はですから、そういったことの提案によってですね、マーケットを拡大していくと。不動産を通じて喜び感動を提供するランディックスが目指す唯一無二の豊かさの創造とは。賢者の選択、フュージョン。賢者の選択、フュージョン。ナビゲーターの蟹先生一です。山田桃子です。改めて本日のゲストをご紹介します。株式会社ランディックス代表取締役岡田和也さんです。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。さて、2019年の終わり頃からこの急速に広がったコロナウイルスの蔓延ですけれどもね、いろんな業界、いろんなビジネスの方々に大きな影響出てますよね。はい、このランディックス社ではどういう影響が出てますか。はい、我々不動産でも住宅を主に取り扱っている領域の会社なんですね。でそんな中で今コロナでもう学校も行かず、会社も行かず、生活の中心がほぼ自宅というふうになりました。はい、そこに対してお金を使おうよと、でそこでのこう豊かな生活をもっと充実させようよというような動きがあるなというふうに感じています。どの辺が一番やっぱり大きく変わったところなんですか。我々会社のですね、使命としてもっと生活を豊かにっていうことを広げていきたいと思ってるんですね。そうした時に家での豊かな生活を皆さんが気がつくようになってきたというふうに感じています。例えばなんですけど、私もですね、今までほとんど外で会食するというような生活、家で家族で一緒にご飯を食べるってなかなかなかったですよね。ところが子供と会話したり、妻といろんな話したりしながら一緒にご飯食べる、もともとですね必要としているこう豊かさというようなものを改めて感じて、多くの人たちもその辺のところで新たにここで家を買おうとか、またリフォームをしようとか、そういう話が一気にこうコロナによって加速したのかなと、このように感じています。かつてね、日本の住居環境っていうのはラビットハッチ、うさぎ小屋みたいに小さいと、もうただ寝てる場所だっていうね、でもそういう場所じゃないっていうことがだんだん気がついたっていうのはあると思いますしね。それがどういうふうに変わっていくかっていうことですよね。これから今までですね、昭和の時代から住宅って大量生産モデル、画一的なですね工業製品
に近かったんだと思うんですね。私たちはこれからの時代に豊かさを求めるときにもっとパーソナライズされたもの、これがお客様に届くべきではないのかな、まあ、こんな事業を推進していてですね、まさにそういう流れが今加速しているなというふうに感じています。ランディックスの特徴っていうのはどんなところにあるんですか？はい、まずそのオーダーメイド住宅を世の中に当たり前にしていきたい、こういうふうに思ってるんですね。例えばですけど1億円の予算があったお客様、そんなに選択肢ってなかったんです。今までの通り画一的な大量生産モデルの家っていうのが普通だったんですね。ところが我々は、お客様に自分の気に入った土地に自分の気に入ったデザイナーや建築家に素敵な家を建ててもらうということを世の中にこう推進していこう、こんなようなサービスをしているんですね。まず我々の得意とするエリア、東京の城南エリアという場所があるんですけど、目黒区ですとか世田谷区、ここにですね我々が目利きした土地を持ってるんです。ですからお客様たちはゆっくりとですね土地をこう検討いただける、そしてその選んだものの中から我々今100社ぐらいの提携している建築家たちがいるんですけど、お客様に合った建築家をマッチングして、で一級建築士が我々の会社いるんですけど、その人間を中心としたコーディネーターと呼んでますけど、その人間たちがしっかりお客様に寄り添って最後まで寄り添う、このようなサービスしている会社がないので、結果まあ 30% のリピート紹介につながっているという、まあ、そんなようなところが強みになっています。まあ、今その IT 化っていうね時代に入ってて、やはりこれによって相当いろいろ変わってきたんでしょうね。はい、今我々はですね、スムーズというマッチングプラットフォームを運営してるんですね。これを利用してもらうことによって、ゆっくりと自分の好きなものにこうマッチングできるような、そういうプラットフォームを持ってます。スムーズとはどのようなサービスなんでしょうか？お客様が問い合わせをされたことに関して、当社の方でお客様に最も合った建築業者をピックアップして、で見積もりとその建築業者を実際に呼んできてコンペを補正して、お客様が分からないところに対して建築業者からこうですよって説明があるのは当然なんですけども、当社の方で噛み砕いて第三者的な立場でこういうことが大事ですよ、こういうことがお客様にとってはすごくキーになりますよっていうことをお伝えさせていただいて、お客様のよりより最適な決断っていうのを後押しするところを一番気をつけてサービスしてやってますね。ランディックスでは工務店だけでなく100社以上の建築デザイン会社などと提携、その土地に合った建築プランを提案してもらうことが可能だという。インターネット上でお客様が物件を探すとか建築業者を探すっていうのが今増えているんですけども、透明性の高い情報をお客様にしっかり開示して、インターネットに出ている情報でお客様がある程度判断できるようにして、でお客様がある程度こう決定軸を自分で持った状態で当社に対してお問い合わせを入れてくださるとか、まあ、お客様がすごくこう不動産という大きな買い物を自分の意思決定の中でできるっていうところをサポートするっていうサービスっていうのが特徴かなと思いますね。実際使ってみていかがですか？まあ、結論から言うとですね、めちゃくちゃいいですね。はい、実は当初は別のところで進めてたんですけども、ちょっとあまりにも不安が大きくてですね、それからまあ使うようになったんですけども、より多くの情報から効率的にいろんなものをこう絞り込めるっていう部分がすごく良くてですね、我々がその知らない部分もまあそこが見つかるというかマッチングできたりとか、実際その後細かいところを進めていくところはリアルなフェイス2フェイスでもうやっていただいてますので、そういう部分でいくと大満足してます。はい、大きい買い物をする上で IT が入るということで人が関わらないのかなっていうような不安っていうのはなかったですか？ 100% 最初から最後まで IT で完結する、まあ最後は IT でポチッとこう土地を買ったり IT でポチッと家を建てたりっていう部分ではだったら不安かもしれませんけども、最終的には人もフェイス2フェイスで入って進めていってますんで、まあそういう部分でいくとあまり不安には思わなかったですね。オンラインオフラインのミックス型っていうのが世の中のスタンダードになってくると思うんで、まあそういう部分でいくとかなりランディックさんはちょっとこう先を行かれてるのかなっていう感じはしてますね。はい、
今後の展開はどのようにお考えですか？基本的にそのスムーズマッチングっていうのは建物の価格が高くてもいろんな価格帯に対応できるところなので、エリアも含めてお客様の所得層も含めてどんどん広げていきたいというのが一番にありますね。で、当社は今のところ東京エリアっていうところでリアルな不動産事業ビジネスをやってますけども、情報テクノロジーのいいところっていうのはそれを広範囲でできるっていうところなので、それを東京だけではなくて関東それから全国っていうところに広げていきたいっていうのはありますね。はい。まあ、最近はもう DX っていうね、言葉が広がっていろんな意味での IT 化っていうのはね進んでるわけですけれども、不動産業でこの IT をどんどん導入していくっていうことはどういうふうにお考えになっているんですか？はい、一番大きな買い物であるにもかかわらず選択肢があんまりなく、でかつ情報がクローズドなんですよね。でそれがオープンにするために我々もですね、土地をですねお客様にお届けしようとするときに全てをそこのインターネット上でですねお客様にこう届けるように意識しています。ですからお客様たちは自由に自分の判断によってそれを検討して、そこからですねお客様たちからお問い合わせがあるときにはもうすでにそれを買いますというような形でという効率化が図られているのかな、お互いにとってこれはいいことかなと思ってます。早いですよね。すごく早くて、今までは半年から1年間ぐらいかけてですね、寄り添いながらというものが、今我々は全て完了するまで平均でですね3ヶ月かからずしてそのペースになってます。なんか僕らの世代だとねちょっと心配だな、そうです、現物見てみないとっていう意識が働いちゃうんですけども、はい、意外と今のお客さんはそういうことでもないってことですか？もちろん現物は見るんですよ、ある程度の情報を全て手に入れられれば、自分たちのペースで自分たちで家族でちょっと見に行ってみようかって、で見に行って、気に入ったからじゃあその上で問い合わせてみようかと、こんな感じになってますね。主にどういう層をターゲットにされてるんですか？はい、私たちはですねアッパーマス層と言われる層に、ここにターゲットを絞っています。まあ、住宅は一生ものって言われますけども、私のように一回買ったけどまたその住宅を売りたいというふうな方々もいらっしゃると思うんですね。そういう時はどういうヘルプをしていただけるんですか？はい、私たちまず入り口の部分で資産価値の追求ということをすごく意識しているんですね。買ったものが将来どういう価格になるのか、ここを意識しながら最初からコーディネートに入ると、まあ、例えば中古車でもですね、買った新車がですね人気の車種かそうじゃないのかによって300万で売れるものが200万になっちゃったとか、または300万で売れるはずのものが400万で売れるとか、不動産の場合は丸が1個2個違う世界なので非常に大事だと思ってます。我々そこを意識しながら将来10年後20年後に売る時にも高く売れるようなものというものを今までのデータの蓄積からこういうふうにすると良いと思うということをアドバイスさせてもらいながら家作りを一緒にしています。まあ、その辺は実際にね家を僕なんかも買って分かるんだけども、重要な部分ですよね。非常に重要なんですけど、今の住宅不動産業界の中ではもう売ることだけに焦点を絞っていて、その後のことを考えるという提案がほとんどないと、まあ、このように考えているので、そこを我々の強みにしていけたらなとは思ってるんですけど、流行りとか廃れとかってあると思うんですけど、家の場合はどのように資産価値を見出したらいいんですか？はい、私3つのポイントがあると思っていて、まず1つは不変のデザイン、10年経っても20年経ってもこう廃らないというか、そういう普遍のデザイン。もう一つは資産価値の追求、これはまあイコールだと思うんですけど、普遍のデザインを追求することによって資産価値が落ちない、まあ、むしろ上がっていくようなもので、3つ目が楽しさとか遊び、この辺をですねポイントにしながらご提案しているということです。そうするとそういうデザインをしてくれる企業といいますかね、会社との関係ってすごい重要になってきますね。そこをですね我々提携している約100社超 の、 デザイナーたち、建築家たち、これをお客様の好みに合わせてしっかりマッチングしながら、さらに中立的な立場の我々のですねコーディネーターと呼んでる一級建築士を中心としたチームがあるんですけど、時にはお客様にですねこうした方がもっと資産的価値を考えると良いのではないかと、間取りも確かにそれもいいかもしれないけど、このようにしておく方がより将来10年後はいいのではないかと、こんなようなこともですね中立的な立場からアドバイスさせてもらえるのは強みかなというふうに思ってますけど。
設計する上でデザインが大事だと伺ったんですけれども、はい、そのあたり意識している部分ってどういうことになってくるんですか？はい、設計する上でデザインっていう言葉に関して2種類意味合いがあると思ってまして、表面的な化粧の部分のデザイン的なところと、あとはその動線だったり使い勝手であったり、まあ、その生活的なデザインの部分、まあ、その2種類があると考えてるんですけども、まあ、そのあたりをどうバランスをとってユーザーさんが気に入っていただけるようなお家にしていくかっていうのは考えながらお作りさせていただいてますね。はい、やっぱりデザインの部分って趣味嗜好の世界が大多数を占めていると思うんですけども、割と多くの方にこれは嫌じゃないよねと思っていただけるというか、まあ、そのいわゆる減点ですよね、減点されないような要素、お色であったり形状っていうのを探しながらお作りさせていただいているのが現状ですかね。まだまだちょっと探り探りではあるんですけども、まあ、そのあたりを注意してお作りさせていただいてます。はい、2001年の創業からおよそ20年、ランディックスは新たなコーポレートアイデンティティを策定した。我々ですね、創業から20年経ちまして、これをですね、まあ、一つのきっかけにさらなる飛躍をしようということで、企業理念として唯一無二の豊かさを創造すると、こういう言葉を置きました。意識したのは先進性、これからですね、新たに生まれてくる時代にですね、良いものを提供したいという思いを込めてですね、我々はアドバンスドドットっていうふうに言ってますけど、ドットをですね、このランディックスの L のですね、先端のところにそのドットを配置してですね、とにかく新しいものを生み出していくんだ、創造するんだ、まあ、そういう強いメッセージを込めています。そして色は綺麗なオレンジ色なんですけど、誰が見てもですね、明るく元気な会社だなと思ってもらえるような、そういったカラーに、一新しています。お客様と接する上で気をつけていることって何かありますか？はい、普通にただ戸建てがいいっていうのでしたら建て売り住宅を買えばよかったかもしれない。それをあえて土地を買って自分のオリジナルの注文住宅をオーダーで作りたいということは、やっぱりどんな家にするかというところ本当に夢がいっぱいのお客様なんです。そのお客様のやっぱり希望をどれだけ叶えてあげられるか、そういったところが当然大切になっていくんですけれども、じゃあそこで建築会社どこにお願いするか、誰に設計をお願いするか、どの会社に施工工事の方をお願いするかによって、その人の家がどんな風になるか人生が変わってしまいますので、その建築会社選びのところは本当に慎重にいろんなお話を伺いながら、間違った選択をしないように気をつけて、それでアドバイスさせていただいています。全ての方と僕はお会いしてるわけじゃないですけども、まあ、今の鈴木さんで担当の方と、まあ、接してお話しているとですね、まず人的レベルが全く違いますっていう部分が一つと、まあ、もう一つはそのネットワークですね、まあ、IT を使ってるのかもしれませんけど、例えば設計事務所さんとか、まあ、そういうところとのネットワークがものすごくやっぱりあるっていう部分、あるいは土地の情報とか、まあ、そういう部分も広くお持ちで、まあ、それがまあ IT と集約している部分の利便性みたいなものは圧倒的に違うのかなと思いますね。このランディックスの仕事はどのようにご覧になってますか？そうですね、一言で言うときめ細かいということと、単にその不動産物件を、販売するっていうことではなくて、やっぱりお客様のニーズに合った物件を探しながら、場合によっては元々の用途とは違う使い方のご提案をされたり、またその用途にとてもフィットしたいわゆるリノベーションのサポートをされたりとっていうところまでやっていただけるので、とてもこう気に入っているところです。不動産を例えば経済的なそのベネフィットを取るための購買だというふうに位置づけると、変な話どこでもいいんですよね。場合によってはもっといい物件たくさん持っている大手さんなんかもあるんですけれども、不動産物件を買ってやりたいと思っているその目的とか世界観をサポートしてくださるというところで、まあ、岡田さんとは直接話がよくできるので、それでまあお付き合い始めたという感じです。今後どのようにお付き合いしていきたいとお考えですか？私のその、まあ、ニーズというかというのを汲み取っていただいて、場合によってはランディックスさんが直接取り扱ってない物件だったとしても一生懸命探してくださってですね、ご紹介いただいて、
それをこうどういうふうに使うか、そのためにどういうふうに回収するかというところのご提案までいただけたら嬉しいなというふうに思っております。そもそものお話で恐縮ですが、岡田さんは若い頃から不動産業で仕事をしたいと思ってたんですか？実は私はですね、キャリアのスタートが広告代理店からスタートしたんですよ。ですから不動産業界には後から入ってったんですね。その時に思ったのは、やはり随分とこう古い体質は残っているんだなというふうに思っていました。まあ、その中でできるだけこの業界を変えていけたらいいななんて若い頃はですね、思っていました。そんな時ですね、一つ大きな、その私がこの仕事、不動産、住宅の仕事を一生の仕事にしようと思う一つのきっかけがありまして、私が26か27の時だったと思うんですけども、時は平成バブルがはじけて大変な時、はい、私の父もですね、祖父も事業をやってました。ですから割と裕福な環境にいたんです。ところがある日ですね、その事業をしている父の会社も苦しい状況になりながら、私の実家、ここをですね売るというようなことになったんですね。私はびっくりしたんです。あって当たり前だと思った実家がなくなってしまうのかと。で、今までですね、実家というのはもうあって当たり前で、その時にですね、これはあって当たり前のものではないんだな家はと強く思ったこと、でそしてその家、マイホームには、両親の思いが詰まってるんだなと、初めてその時に26、7、結婚した後なんですけど、初めて気がつきましてですね、それをきっかけに、スイッチが入ったというか、この仕事でもっとこう頑張って住宅に対して豊かなものをこう広げていこうという思いから、スタートしていると、こんなことでございます。だけど独立するとやっぱり収入がガクッと減ったりとかいろいろするんじゃないですか？そうでもない？これがですね、今に至るまで割と順調にですね、お客様の数も増え続け、増益増収をずっと今でも続けてるんですね。過去最高益を毎年更新し続けていると。これは本当に大切なお客様たちから支持されている証拠なのかなとは、まだまだなんですけどね、こんな風に思いながらもっと頑張ろうと思ってやってます。でもそうすると思い描いてた理想の不動産業の姿っていうのはある程度実現できてるっていう感じですか？いや、これがまだまだでして、私の感覚からすると 2,3 割までいくかどうか。まだまだ、はい、やれることがあるのではないかなという風に思ってます。あと 80%、はい、伸びしろたっぷりです。伸びしろたっぷりですね。はい、今一番の課題って何なんですか？やはり DX の部分、ここのですね、磨き込み、これができることによってお客様からするとですね、もっと楽にストレスなく不動産探しができるのかなというふうに、まだまだなんですよね。はい、そのあたりまだまだっていう理由はどうなんですか？人材とかそういう話なんですか？人材というのはあると思います。 DX 人材とかよく言ってますけどね。はい、そうですね。あとはお客様の方もどんなに使い勝手がいいものであってもですね、お客様にとってそれがどのように使いこなせるのかっていう部分もあると思います。少しずつ底上げしながらですね、お客様の目線に合わせることが重要かなというふうに思ってますけど、今後の展開はどのようにお考えですか？まずですね、この城南エリアと言われる、世田谷区、目黒区、品川区ですとか大田区、港区、渋谷区のこのエリアの中のシェアをもっと取りに行く、そして営業メンバーを増やしながらですね、我々の勝ち筋を持ってエリアを広げていくと、こんなようなことを考えています。今後の事業の拡大っていうのはどのあたりをこう考えてらっしゃるんですか？まずこのスムーズという我々のプラットフォームにおいて、今まで注文住宅というところに興味のなかった皆さん、例えばマンションに私たち住もうかなとか、または建て売り住宅、中古住宅を買おうという人たち、オーダーメイドで新築なんてちょっと我々には無理だよと、こういうお客様の声すごく多いんですね。でもそのお客様たちの予算でそれが実現可能なんですね、実は。ですからそういったことの提案によってですね、マーケットを拡大していくと、いうことが一つにあります。今日住宅の興味深いお話伺いましたけれどもね、これ衣食住って言われている中で、日本は特にこの住っていうのがまだまだ貧しくてね、本当に一部 そのトップ富裕層の人たちはすごい生活をしているけれども、ミドルクラス、あるいはそれよりも少し下の人たちは大変住宅って苦労しているわけですよね。はい、だからそういうところになんか
これから少しずつ風穴を開けていただきたいなと、はい、私は思いますね、はい、我々がその使命を担っているというふうに思ってですね、お役に立てるように広げていきたいと思ってます。どうも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。